はい、どうも SNC コンサルティングのスキョリです。おざす。あのね、僕あれですよ、ジムに通い始めまして、1ヶ月7、8000すんだよ、スポーツジム。やべえなと思って、もうちょっと安いかと思ってさ、それ高えの、意外に。入会金とかもあるしね。で、何を言いたいかっていうと、別に僕ジム行かなくたっていいのよ。あのちょっとした器具あるじゃないですか。これほらコロコロよ、腹筋に効きますみたいな、こうしてさ、こう床にこうなるやつね。コロコロですよ。で、あと腕立て伏せの負荷を上げる用のこういうのもあるわけ。これをこうつけてね、こう腕立て伏せするわけ。そうするとちょっとその手持ってる部分が高くなってる分、胸が奥まで入るからね、ここが地面ね、だから負荷が普通の腕立て伏せよりは高まりますよというグッズだったりとか、それなりに持ってるのにもかかわらずできないじゃん。なんだかんだ言い訳つけてできないでしょ、仕事が忙しいとかさ。なんで？投資額が安いからよ。これ1000円ぐらいでしょ、これ980円ぐらいだったわ。なんかね、別に980円のそんならいいかなっていうことを思っちゃうのが、はい、私たち俗物ですよね。だから僕らはその天才じゃないんだから、そういうところあるんだよね。で、今回僕じゃあそのまあいいですよ、まあ、簡単にざっくばらんに計算して月1万ですね。じゃあ月1万の費用をスポーツジムにかけるわけですけれども、これね、入会しちゃったらね、確かね、半年辞めれないの。絶対辞めれないというか、別に行かなくてもいいんだけど、入会金は絶対かかるの。入会金じゃない、あの月謝、それが6ヶ月は絶対続きますからねっていう。来ても来なくても6ヶ月間は毎月1万払ってくださいねっていう話だから。そうなるとどうなるの？行くじゃん。で、僕ね、ここね、ここもうほぼ毎日、1週間に5日は行ってるわ。うん、1週間に5日は行ってるね、間違いなく。なんで？もったいないからじゃん。自分が先に自己投資して金を払ってね、1万円払いました。しかもこれが最終的に6万円になります。これね、回収しねえとさ、ビジネスマンである以上ね回収しねえと気が気じゃいられないというか、これね、980円はもう回収しきった感はあるよ、正直でもさ、まあ合計6万円だとちょっとでかいじゃん。いやいや、情報商材2個ぐらい買えんじゃんそれはね、回収するよね。だから自己投資が大事なんですよ。情報商材でも何でもいいですから、何かお金を払って買う。で、買っちゃったらもったいないでしょ。もったいないから回収しようとするじゃん。もったいないまま終わりたくないでしょ。そういう感情が働くことになるわけですよ、回収するとね。俺何を持ってんだ、これ櫛だ何を持ってんだ、これ何を持ち始めた、まあいいやね、まあこれでいいや。そういうことになるわけ。うん。だから本当に僕らは天才じゃないね。ネットビジネス界の大御所たちとは違う一般人ですよ。そんな一般人たちがどうやってね、この海線山線の、まあ、インターネットマーケティングであったりとか、まあリアルビジネスでも何でもそうだけど、もう先輩たち、諸先輩たちがどんな業界にでもいてね、要は競合他社ですよ。そういう奴らがいる中で、その僕らより先にやってる奴らを抜いていかないといけないんだから、僕ら一般人がそうやって抜いていくためにはどうするかっていうと、まず先に犠牲払わなきゃダメですよ。これはその労力でもいいし、時間でもいいよね。で、手間とかでもいいし、まあ簡単に言うとお金でもいいわけで、お金が一番効果的、リアルな話で、お金を払うことによって、いや、もったいねえ、回収しなきゃならないなっていう、そういう感情が働くから通常以上のポテンシャルで頑張れる、そして継続できるってことになるでしょ。だから僕は頑張りますよ、これ。今回は頑張る。もう腹ちゃったし、やばいし。で、もう一つね、これはね、まだちょっと言えないけど、もう一つの理由もあるんだけどまあとにかく頑張りますよ。でね、うまく成功したらね、僕のその要はビフォーアフターボディの変化、ビフォーアフターの写真をね、公開できればなと思いますよ。そしたらみんなのほらね、やる気につながるじゃん、こいつでもできんじゃんみたいな。だから結局ね、まあその根性論に行き着きたくはないんだけど、やっぱりまず根性っていうのはまず大事で、でもちろん根性論だけじゃ負けちゃうことになるから、
しっかりその戦略とか、補給とかね、考えてかならないんだけど、自分のポテンシャルとかね、潜在能力とかを科学的に分析した上で、まあ、作戦を進めていって、なおかつ根性論も必要っていうところなんだけど、でもやっぱ根性論はゼロではいけないね。うん。やらなきゃダメだわ。ということで今回は自己投資の大切さっていうのをお伝えしました。うん、何でもいいからもうね、僕の情報商材なくてもいいから、なんか買った方がいいよ。行き詰まってる人は。買わないと回収できないよ。そういうそのモチベーションにならない。うん。そんなことしなくても、今僕が言ったようなことをしなくても、成功してる人はもう成功してますよ。それが誰？ネットビジネスの、何々さんとか何々さんとかって、ああいう人たちでしょ？あれ天才よ、もう。正直。うん。だから、僕らはそのレベルではないから、ね。自分の力を買いかぶりすぎてはいけない。分相応で、なおかつ高い目標。ね。これを持って頑張っていくためにはどうすればいいかっていうと、自己投資して金払っちゃったから絶対こっから回収するっていう。で、長期的なスパンでもいいから、この結果が今じゃあ例えば情報商材に3万払いましたと。これを 10年長いね。1年かけてでもいいからとにかく3万の分は回収して、さらにその次の年も3万回収していけばもうプラスじゃん。っていう意識で頑張っていけばいいんで、あんまり難しいことは考えないでください。さっきからさ、これが気になるのよ。何これ？この髪型。このピョンと出てるやつ何なの？腹立つわ。本当に。なんだこのアホ毛みたいなやつは。ちょっと待って、これ。お、すげえ。アホ毛だ。やべえ。何これ？奇跡的アホ毛じゃねえ。時々ね、僕奇跡的アホ毛出るんですよ。燃えるわ。はい。SCコンサルティングのつくりでした。ではまた。